もういい日なのに。4月1日か。よーし、俺様はお前が大嫌いで嘘だ。この俺様ナレク様は誰よりもかっこいい王子様だりーん。はーん、俺様に見とれているのか、リン？どうや、ナノリン！僕、お花ちゃんのこと飽きちゃったな。嘘だよ。あ、この姿ならお花ちゃんの寝室にも。なんでもない、リン。お花ちゃんの胸に飛び込んじゃうりん。お花ちゃん、僕のことぎゅっと抱きしめてもいいのりん。あ、この姿ならお花ちゃんの寝室にも。なんでもないりん。たとえエイプリルフールでも姫に嘘はつけませんよ。神よ、民たちに笑顔を多き日を、このリュゼが願い立てまつりん。神よ、この丸みは受けがいいと宰相が言っていましたりん。神よ、ニコッなのりん。嘘をついていいのは午前中までだから。おい、あんまりベタベタ触るなりん。おい、あんまりベタベタ触るなりん。これならあんたといつも一緒りん。へへへ、りん。これならはあだるいりん、起きたくないりん。俺は姫様のことが嫌っ。姫様に近づく怪しい奴は肥やしにしてやるりん。姫様に近づく怪しい奴は肥やしにしてやるりん。姫様、急に抱きついたらダメだりん。姫様に近づく、姫様、今日も畑に行くりん。何ですか？私が嫌い？またそんな嘘をついて。おやおや、お仕置きを希望されるのですか、リン？おやおや、リュゼ王子、なんと可愛らしいお姿、リン。このような愚鈍な姿になってしまうとは、屈辱ですね、リン。おやおや、お仕置きを希望されるのですか、リン？姫に対して嘘などつけるはずがありません。
第一騎士団団長リオットがお相手するリン。グリリングリリングリマルリン。第一騎士団団長リオットがお相手するリン。ご安心召されよリン。どのような姿でもあなたをお守りするリン。ご安心召されよリン。どのような姿でもあなたをお守りするリン。グリリングリリングリマルリン。